お疲れ様です本日6月20日木曜日朝6時になりましたけども今日はね158円に再度入場するんではなかろうかということをね見ているわけなんですが変なの立ち上がっちゃいましたねすいませんはい158円ね今158円のほんと直前ですよ157円の981ということで前回の FX オリガルヒの放送を聞いていただいた方は値動きが上がっていってるのがまつ、あ、かめていたと思うんですけどもあれから 着実に158円に再度入場するための値動きをしているかなというところです。冷やしは上昇を描き続けていますね。ここ何日か。で、移動平均線もパーッと上に広がったような状態です。まあ、これなら倍でエントリーしても、まあ、ほぼほぼ間違いないかなというところですね。で、4時間の方を見ていきます。私たちが取引するのは4時間から1時間です。4時間は下髭を出して、その下髭に支えられて、 上昇トレンドを守っていることがあこれ見て取れますねで同時にこういった三角形ができてるのもねあの忘れてはならないところかなと思いますで最後1時間軸なんですけどもご覧のようにあ今ね下髭を大きく出した陰線が出てますねだからこれは陰線で下に行くはずなんですけどもその下に行く勢いが長い髭によって打ち消されてるという状態です、まあ、ですんでこのでこまんま 上昇トレンドを維持すると思っていいんではなかろうかと思います。で、エントリーをするのは158円台に入ってからでもよろしいかと思いますので、158円を突破したらね、倍でエントリーする。まあ、そんなタイミングを探してもいいんじゃないかなっていうところですね。まあ、ここからあの入っても全然おかしくない形ではあります。ただ、昨日みたいに一旦下がって大きく上にっていうパターンもありますんでね、ここみたいにね。だから、ここがあることを加味すると、あ,のあんまり遅い時間に、 えー、残業もできないのにね、価格が下に向かっていったところで、ポジションを維持することはあんまりお勧めできませんね。残業ができるとか、それからこれから長い時間をかけて回復していくっていう見通しが立てば、倍でエントリーして多少の含み損っていうのを覚悟する。まあ、そんなトレードもできると思います。それではまた後ほどお会いしましょう。